もし見る順番で結末が大きく変わる物語があるとしたら、 TikTok で話題の2つのラブストーリーが映画化。僕たちは生まれた瞬間から無数の選択をして生きている。選ばなかったもう一つの世界を人は平行世界と呼んだ。交わることのなかったはずの世界がいつしか交差していることに気づいた時、切ない物語が動き出す。僕が愛したすべての君へ、君を愛した一人の僕へ。これは二つの世界の一つの物語。それぞれが選択した愛の結末とは。Thank you.